ドキドキンチャンネル。どうもです。ドキドキンチャンネル、ドキンです。今年も残り半月を切ったということで、お仕事されてる方はですね、忙しい時期に入ったんじゃないかなと。また忘年会とかもありますのでですね、いろいろ忙しいとは思うんですけど、ドキンもちょっと忙しくなってきてるんですけど、ゲーム業界の方もですね、年末に向けていろいろ騒がしくなってきてるんですけど、ノブオンの方もですね、今週更新情報ということで、今週は不具合修正多かったですかね。あとはですね、新英傑が登場したということでですね、今回は更新情報とですね、新英傑紹介していきたいと思います。また英傑で強化されたのもですね、紹介していきたいなと思っておりますので、一つよろしくお願いいたします。まずはサーバーアップデート内容ということで、イベントキャンペーンですね、帰参者キャンペーン冬の陣を開始しました。実施期間の方がですね、2023年3月15日水曜日、メンテナンス開始までということでですね、また新しくですね、帰参者キャンペーン開始されたということで、証ポイントをですね、これ取り忘れないようにですね、必ずまたクエを受け直していただきたいなと思います。そしてアカウントのお持ちの方でですね、今休止状態とかですね、ちょっと課金を切らしているという方にとってはですね、14日間無料でログインできますので、年末に向けてちょっと暇やなという方はですね、ぜひこの機会にですね、ノブオンの世界に復帰されてみてはいかがでしょうか。そして帰参者キャンペーンのですね、報酬受取期間の方がですね、2023年3月22日水曜日、メンテナンス開始までとなっております。続きまして、年末桜子大富くじイベントにて富くじの販売を終了しました。商品の交換可能期間の方がですね、2022年12月21日水曜日、メンテナンス開始までということなので、取り忘れる人はいないと思いますけど、皆さん結果はいかがだったでしょうか。大抵の方がですね、7頭、8頭、9頭、10頭だと思いますけど、6頭以上当たった方もですね、ちらほら聞きましたけど、なかなかいなかったですね。ドキンも今週まだ見てないんでですね、多分今週は6頭以上が当たってるとは思うんですけど、何か配れる、付与席とかですね、そういうものであればですね、何かプレゼントしたいなと思っております。続きまして、家臣育成応援キャンペーンを終了しましたということですね。そして帰参者キャンペーン秋の陣の報酬交換期間を終了しました。これに伴い、アイテムとかですね、そういった関連のものを削除しましたということでございます。続きまして、以下の機能追加、機能変更を行いましたということで、一つ目がですね、新たな英傑を追加しました。詳細はこちらということで、この後ちょっと見ていきたいと思います。先に下行きたいと思います。以下の英傑の能力値を調整しました。英傑朝倉漱石、コスト7の金枠ですね、の生命力、耐久力、防御力を情報修正しました。もう一体がですね、英傑山形正景、コスト6の銀枠ですね、生命力、腕力、攻撃力を情報修正しました。そして英傑朝倉漱石、真田幸村、山形正景、柴田勝家、伊達なるみでいいですね、柿崎影家、本田忠勝、真柄直隆に2つ目の育成技能を追加しました。なお真田幸村と本田忠勝についてはですね、福袋じゃない方ですね、召喚術根の方で登場する2体となっております。そして英傑として登場した一部の NPC カオスチルを変更しましたということで、まずはですね、新英傑見ていきたいと思います。まず1体目がですね、上泉信綱、コスト7の金額、武芸ピックアップガチャで来てますので武芸になります。ステータスの方がですね、心霊度レベル20の状態で、生命32000、飛んで8、そして気合がですね、16246ということで、生命はなかなか高いですね。なかなかっていうか、そこそこですね。他のステータスに関しましてはですね、3箇所ですね、腕力、器用さ、風属性、この3つが高いんじゃないかなと思います。なので英傑と絆を結ぶ場合はですね、この3箇所なんじゃないかなと思います。そして固有技能の方がですね、新影流残空戦ということで、こちら気合消費の方がですね、全気合の 23% となっております。
そして開幕のウエイトがですね、車がかりの陣があればですね、ウエイト2ということになります。内容の方がですね、2に敵3体に関節物理ダメージと風属性術ダメージを与える、人間種族には追加ダメージということで、3体なんですよね。ただまあダメージですよね。ダメージがぶっ飛んで出るんであればですね、全然使えるとは思うんですけど、一応ですね、人間種族にですね、まあ、武芸になりますので、1の立ち極意、まあ、赤三角がついた状態で、まあ、大体4万8000前後ですかね。また人間種族じゃない場合はですね、3万3000ぐらいだったので、まあ、人間種族の追加ダメージは1万5000ということですね。なのでまあ弱くはないですよ。まあ、三体拳法の北条氏康より全然強いんですけど、まあぶっ飛んで強いわけでもないですね。ただまあ技能にですね、まあ、関節物理ダメージと、あとですね、風属性術ダメージということがありますので、まあ、もちろんですね、黄色三角をつけることによってダメージも上がります。試しにですね、まあ、お化けチャンネルのお化けさんにですね、この神泉ですね、腕力1900のですね、知力4000、まあ、知力振りのですね、家臣を作っていただいてですね、試した結果ですね、まあ、1の太刀極意赤三角がある状態でですね、まあ5万ぐらいと、まあ、4万8000がまあ5万ぐらいになってですね、一応黄色三角マックスまで、まあ、流派とかですね、つけてですね、マックスまで上げた状態だとですね、一応11万ぐらいは出ました。なのでまあそこから獅子ありの 1.3 倍するとですね、まあ、15万届かないぐらいはダメージ、まあ、出せたんで、まあ、弱くはないんですけど、どうですか。まあ今小松姫とか竹中半兵衛がですね、まあ、20万30万出せる中でですね、まあ、黄色三角マックスつけた状態で3体にまあ11万、まあ、獅子あれば15万届かないぐらいという形なので、うん、まあどうでしょうね。まあ、これも人間種族相手のダメージなので、まあ、人間種族でなければまあさらにダメージは下がるとは思うんですけど、まあ一言で言うとですね、すげえ微妙ですね。微妙で一番いいんじゃないかなと思います。まあ、使い道といえば、まあ信雄って言ったら武将系、まあ、人間種族多いんでですね、まあ今回の家臣上乱とかですね、もう竹中小松とかできなくなりますので、まあ、竹中小松入れて上泉も入れておけばウエイト2で、まあ、バンバンすぐ攻撃できますので、まあ、使えないこともないかなとは思いますし、天下武技大会でも使えると思います。まあ、神のごとくをご利用しする場合はですね、まあ、使わないとは思うんですけど、普通に、まあ、極楽戦法で倒す場合ですね、まあ、3体を削っていく感じですね、生命多い順にして、まあ、神のごとくって2体以降減っていくとですね、とても強い技能を使ってきますので、まあ、まんべんなく削るには十分アタッカーとして使えるんじゃないかなと思います。まあ別にディスではないんですね。全然北条氏康より強いですからね。まあ強いんですけど、まあ小松姫とか竹中半兵衛のダメージを見るとですね、まあどうしてもまあそんなぶっ飛んで強くないなという感じでございます。そして家臣統連の育成技能ですね。これまたちょっと微妙なんですよね。腕力上昇レベル5と知力上昇レベル2でございます。まあ、腕力家臣を作りたい方にとってはですね、別に知力いらんかなっていう感じがありますので、まあ、もちろん腕力高くてですね、腕力上昇レベル5はでかいんですけど、まあ、知力のとこがね、これがまあ魅力とかだったらすごく、まあ、生命だったらすごく使えたかなと思うんですけど、まあ腕力上昇レベル5と知力上昇レベル2ということでございます。なのでまあこの神泉信綱ですね、まあ、4突しても、まあ、英傑としてもまあ知力が低いんでですね、で家臣統連でも腕力知力なんでですね、まあ1体取ってですね、家臣育成で、まあ、腕力そこそこの知力多めですね、そちらで家臣を作るとですね、まあ、ダメージは結構見込めるんじゃないかなと思います。そしてもう1体がですね、宝蔵院陰影ですね。コスト7の金枠、僧兵になります。武芸者ピックアップで僧兵、まあ僧兵ですね。ステータスの方がですね、信頼度レベル20の状態で生命3万飛んで148、そして気合の方が1万5984ということで、
まあ生命ギリ3万超えてますので、まあ普通ぐらいの生命と気合なんじゃないかなと思います。そして他のステータスはですね、もうパッと見ですね、腕力ですね、あとはまあ器用さなんですけど、腕力の方が3172、こちらはですね全英傑1位になりました。なんか総兵腕力高いの多いですよね。前回の1位がですね本田忠勝の総兵だったんですけど、今回また総兵で宝蔵院陰影がですね腕力1位となりました。まあ器用も高いですね。なので、まあ、英傑と絆を結ぶ場合はですね、まあ、もちろん腕力ですね。まあ、器用がワンチャンあるかなという感じなんですけど、まあ、腕力で絆を結んだ方がいいですよね。そして、固有技能の方はですね、宝蔵院龍戦突ということでですね、こちら、気合消費の方がですね、最大気合の 22% となっております。また、あの、開幕ウエイトの方がですね、緑三角付きでですね、ウエイト2ということで、こちらも早いですね。内容の方がですね、敵単体の結界を破壊する守護の影響を受けない強力な近接攻撃を行う、生命力が 50% 以下の敵を攻撃するとダメージ追加。まずはまあ単体攻撃にはなるんですけど、まあ、反射結界も怖くないですよね。結界を破壊しつつ、またあの守護抜けなんで、もう狙ったところに、まあ、釣られない限りはですね、狙ったところにもう単体攻撃を随時できると。プラスですね、この生命力は 50% 以下、これはもう杉谷さんですね。もう杉谷と同じ効果でですね、ダメージが倍になるという形になりますので、まあ、敵が生命 50% 切るとですね、ダメージめっちゃ上がりますよね。そしてあの気になるダメージの方がですね、信頼度レベル10、そして総兵なんでですね、レベル2の赤三角、青三角がついてるんですけど、その状態でですね、まあ、大体6万前後ダメージ出せるんじゃないかなと思います。さらに敵の生命が 50% を切ればですね、倍になるということなので、まあ、普通にまあ6万が12万ダメージ出せますよね。もし開幕から能額の獅子があればですね、開幕から7万8000出せつつ、まだ獅子が残ってればですね、15万6000ぐらいまでダメージ出せるんですかね。これは強いですね。まあ今の話も信頼度レベル10のダメージで話してますので、まあ家臣討練でですね、この宝蔵院陰影の家臣を、まあ、腕力めちゃくちゃ高い家臣で作ればですね、さらにダメージは出ると思いますし、うん、まあ反射結界も怖くない、守護抜けもする、また生命が半分切ればダメージが倍ということで、まあただ単体攻撃という形でございます。そして家臣討練育成技能ですね、こちらがですね、腕力修練志向レベル5と腕力上昇レベル2、こちらも腕力できて、かなり家臣討練使いやすそうですね。まあ、腕力修練志向っていうのが腕力が出やすくなるっていうことだけなんですけど、追加で腕力上昇レベル2もついてるので、もちろんそして腕力素が高いのでですね、もうほんと脳筋さん、もう腕力が高い家臣を作りたい方にとってはですね、まああの本田忠勝とこの宝蔵院陰影2トップで作るとすごい腕力高い家臣作れそうですね。なのでまあこの宝蔵院陰影ですね、もう腕力大好き人間にとってはですね、かなり欲しい英傑ですね。またですね、単体攻撃で強い英傑を持っておられない方にとってもですね、この宝蔵院陰影かなり使えるんじゃないかなと思います。以上がですね、武芸者ピックアップガチャのですね、新英傑2体の紹介でございました。あとはですね、もう2体ですね、武芸者ピックアップガチャでですね、金枠2体出るんですけど、朝倉漱石と真田幸村ですね。まあ、朝倉漱石の情報修正はですね、まあ、技能に、まあ、滅却までついたっていう形ですね。まあ、あの調べてみると滅却4枚でございました。そしてあの家臣育成技能にですね、生命上昇レベル1がついたという感じでございます。そして真田幸村の方はですね、技能的にですね、情報修正なかったですね。まあ強くもちょっとしてほしかったですけどね。まああとはちょっとバーを短くする、まあモーションを変えるとかですね、あと開幕のウエイトをちょっと早くするとかあれば、うん、かなり良かったんですけど、真田幸村の方に関しましては、あの技能的に情報修正はないと。ただあの家臣討練育成技能の方にですね、腕力上昇レベル1がついたという形でございます。
そして今回武芸者ピックアップガチャのですね、コスト6の銀枠ですね、こちらもですね、家臣鍛錬育成技能2つになったのが結構ありますので見ていきたいと思います。まずは左上の山形ですね、こちらがですね、生命修練上昇と生命修練志向出やすくなる方ですね。まあ、あの生命がつきましたので、そして今回この山形ですね、生命情報修正も来ておりますので、まあ、生命の家臣を作る時にはですね、この山形の初期からいるので結構四突されてる方多いと思いますので、この山形正影ちょっと使えるようになったんじゃないかなと思います。そして下の柴田勝家ですね、こちらがですね、腕力上昇と腕力修練志向、まあ、腕力がつきましたので、腕力の高い家臣を作る上でですね、まあ、この柴田勝家も結構四突されてる方多いと思いますんでね、要チェックと思います。そして左側の一番下のですね、伊達重実、鳴海でもいいんですけど、腕力修練上昇と腕力上昇、どちらも腕力系になりましたね。まあ、こちらはですね、まあ、初期のまあ腕力がちょっと低すぎるかなというのはあるんですけど、まあ、腕力になりましたので使えるんじゃないかなと思います。そして右列の上ですね、柿崎影家ですね、こちらがですね、腕力修練志向と生命上昇がつきましたので、まあ腕力出しやすくして、なおかつ、まあ、生命もちょっと伸ばしたいという方は、使えるんじゃないかなと思います。まあ、使えるかな、ちょっと微妙ですけどね。そして下のですね、本田忠勝、まあ、生命修練志向と今回ですね、腕力修練志向、まあ、どちらも志向、まあ、どちらも出やすくなる、まあ、家臣鍛錬育成技能でついたんですけど、まあ、生命出しやすくして、腕力出しやすくして、まあ、どっちかは必ず出てほしいっていうのは使えると思うんですけど、まあ、技能的にあのどちらも伸び率上がるわけでも何でもないので、まあ、これちょっと微妙かなという感じでございます。そして右列の一番下、マガラ直隆ですね、こちらがですね、腕力上昇率と腕力上昇になりましたので、もうどちらも腕力に特化したですね、家臣鍛錬育成技能になりますので、ただですね、このマガラはですね、結構四突されてる方は少ないと思うんですよね。結構最近出たので、無限迷宮の鈴とかじゃ出ないんでですね、まあ、今回の、武芸者ピックアップガチャをした場合ですね、このマガラ、まあ、突できれば嬉しいんじゃないかなという方も多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、すぐに今四突で持ってるっていう人は少ないから、ちょっときついかなという感じでございます。以上がですね、新英傑の紹介と情報修正があった英傑の紹介でございました。そして、更新情報に戻りまして、一番下ですね、これ結構大事な、まあ、機能変更とは思うんですけど、家臣上覧、まあ、家臣武術大会において6人以下の家臣編成とマッチングしないようにしました。これなんで6人なんですかね、7人ではなく6人ですか。まあちょっとずつ良くなっていくと思いますので、まあこれで1対7とかにはならないとは思うんですけど、6対7にはなるってことですね。まあまあちょっとずつ良くなっていく。まああの1対1用とか3対3用とか7対7用にすればいいんですけど、まあそうすると今度順位がおかしくなるか、まあそこちょっと調整は難しいと思うんですけど、まあとりあえず、まあ6人以下はマッチングしないようになったということなので、あとはですね、後半、まあ、10戦目以降からは、まあ、勝率の高い順でやるみたいな感じにやっていかないと、また1位が20人いたりとか30人いたりするようになると思いますので、まああの上位らへん、まあ、最後らへんは星の潰し合いみたいな感じにしてほしいなと思っておりますけど、まあ、今回のですね、機能追加、機能変更で、まあ、6人以下はマッチングしないようになりましたという形でございます。そしてここからはですね、不具合修正ですね、以下の不具合を修正しました。まずはですね、家臣武術大会において以前の大会で編成された同一英傑固有技能を使用する家臣が複数いる家臣団とマッチングすることがあった。まああの小松姫とかですね、ガモとか、あのガモ5とか、そういった形はですね、もう編成できなくなったという形でございます。そして家臣武術大会において特定の操作によって対戦相手の家臣が次のマッチングで戦闘に引き続き参加してしまう場合があったと。
まあ、特定の操作ってちょっとわからないんですけど、そういったこともなくなったという形でございます。次に新商航空交換品のつくもの力、まあ、過信上覧、まあ、上覧でもらえるつくもですね、かなり高性能なんですけど、こちらのつくもがですね、他のつくもの力と重複扱いになっていたということなので、まあ、他のつくもの力がよくわからないんですけど、まあ、黄金とかですよね。まあ、今までのつくもだと黄金金同じ系統だと、まあ、金が重複扱いにされて結構捨て下がってたんですけど、もうこれで確定でいいですか。じゃあ上覧のつくもですね、こちらは黄金で、まあ、捨てがだいたいプラス100ですよね。そして金でもプラス70なんですよ。なので黄金金つけたらプラス170とかになりますので、まあ、重複扱いにならないようにしたということなので、まあ上覧のですねつくもはですね、黄金金で使うのがいいんじゃないかなと。あとあとこれやっぱ重複扱いでしたとかならないですよ、大丈夫ですよね。他のがどのつくもと重複扱いになってるのかちょっとわからないんですけど、今のところですね、黄金金入れても重複扱いにならないんで、かなり捨て伸びますので、ぜひちょっとやってみてください。そして、天下武器大会の依頼、勝ち抜き試練ですね、途中報告できない場合があったと、まあ、こちらもですね不具合対応したと。そして、天下武器大会の依頼、勝ち抜き試練で同じ英傑家臣名前が重複して表示される場合があったということで、こちらもですね不具合修正したという形でございます。そしてまだ下がありますのでいきたいと思います。天下武器大会にて前週以前に受託した依頼、勝ち抜き試練を報告した際、報酬が受託週ではなく報告週の獲得制限に加算されていたということで、こちらも修正したと。そして天下武器大会の依頼、勝ち抜き試練で徒党で挑んだ際、特定の操作によって、特定が分かんないですけどね、前の試合に勝利してないプレイヤーキャラクターが次の試合に挑める場合があった、こちらも修正したという形でございます。そして信長コイン交換品の一覧において、新商品追加時のびっくりマークアイコンが消えなかった、こちらも修正したという形でございます。そして更新情報ラストですね、まあ、その他ということなんですけど、こちらですね先週の上覧ですね、こちらまた不具合が発生してまして、まあ、今回はですね強者の縁で10戦している、もしくはですね修羅の縁で1戦以上している、まあ、いずれかの条件に当てはまるプレイヤーにですね、まあ、新商標2700を配布したということで、まあ、こちらはですねドキンの生放送でもですねもうギリギリだったんですけど、今1戦すれば2700もらえるよという形で、まあ、放送したんですけど、まあ、こういった不具合対応をしたという形でございます。そして NPC にアイテムを256個以上売った場合ですね、まあ、実際に受け取れる金額が少なかったプレイヤーに対してですね、まあ、受け取れなかった金額分ですね両替手形としてですね配布したということで、まあ、最近ですねスタッフがですね999個になったんですけど、それでちょっと不具合出たんでしょうね。そういった対応もしたという形でございます。そして12月9日金曜日の臨時メンテナンスのお詫びとしてですね300コインを配布したということで、こちらもですねお忘れなくもらっていただきたいなと思います。ということでですね、以上がですね今週の更新情報のですね内容だったんですけど、まあ、今回のですね武芸者ピックアップガチャ、まあ、こちらはですね、まあ、腕力に特化したキャラクターであればですね、まあ、全然引いてもいいと思うんですけど、まあ、過信討連で使うとなるとですね、まあ、やっぱり4凸ぐらいしないと結構きついものがありますので、これ福袋じゃないんでねガチャになりますので、4凸するって結構な金額いると思いますんでね、まあ、100連なんかしたって絶対4凸ならないんで、まあ、天井で80連はあるんですけど、まあ、ドキンの場合は軍学なので、まあ、今回そこまで欲しいかなということはないんですけど、まあ、総兵でですね宝蔵院陰影ですかね、あれはちょっと欲しいなとは思ったんですけど、まあ軍学でも、まあ、1体ずつは持っておいてもいいかなと、まあ、家臣作って強いの作ろうかなとは思うんですけど、まあこの先ですねクリスマス、まあ、クリスマスは多分海軍抽選券50何枚多分来ると思いますし、もちろんですね年末ですね正月福袋来ると思いますので、まあ、年末っていうか1月1日ですね、
まあ、その時にもちょっとね課金しないといけないと思いますので、まあ、今回のですね英傑、まあ、結構微妙なので、宝蔵院は強いですよ、単体攻撃ですけどね、そこまで無理してですね、ガチャしなくてもいいんじゃないかなとはドキは思うんですけど、まあ納金さんはですねちょっと頑張らないといけないかもしれないですね。ということでですね、動画時間もですね25分超えてしまいましたので、まあ、そろそろ終わろうかなと思います。この動画がですね少しでも参考になったとかですね、まあまあ面白かったよという方はですね、高評価、チャンネル登録、メンバーシップの方よろしくお願いいたします。長時間ご視聴していただきましてありがとうございました。それではまたお会いいたしましょう。バイバイキン。